チミケップ湖は、北海道東部、オホーツク管内網走郡津別町和座商宅にある、湖である。アイヌ語のチミケプに由来すると考えられる。これは、分ける削る、ものという意味であり、上流の峡谷の姿、すなわち、山水が崖を破って流下するところを表したものと考えられている。約1万年前に、地殻変動による崖崩れで谷が咳止められてできたと、 考えられている関戸猫。湖水は弱アルカリ性で、ヒメマスやウグイ、マリモ等が生息している。湖周辺は自然歩道が整備されており、湖北東岸には町営キャンプ場、東岸には湖周辺唯一の宿泊施設であるチミケップホテルがある。南岸の端から200メートル下流のチミケップ川には7段の岩礁の上を流れ落ちる6名の滝がある。 1977年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成6名の滝チミケップ湖はアカン湖と共にヒメマスの原産地であるこの二つの湖のヒメマスが四骨湖やトアダ湖などに放流されて自生している現在原種のヒメマスではなく四骨湖などから持ってきて放流したヒメマスの実が生息していると言われている この、チミケップを、姫マスゲン産地とする説は、明治時代の愛の上の慶吉の伝えによるが、これを疑い、むしろ、慶吉自身が、明治30年前後に、赤ん坊からチミケップに移入したのが事実ではないかとする、説もある。1933年に、ワカサギが移植された。航空機は、メマン別空港、鉄道は、JR 関北本線、北見駅が、最寄りとなる。 小畔と周辺市長は北海道道494号訓熱仏別線、北海道道682号二股北見線により結ばれている。湖周辺の道路は未舗装。道幅が狭く、路肩が弱いので注意が必要。冬季は海西峠方面を除き通行止めとなる。津別町中心部から北海道道27号を経て、 北見市へ向かう北海道北見バスの改正、津別線がチミケップ入り口停留所を設置しているが、約 7km 離れているため、交通アクセスとしては機能していない。ありがとうございます。